あそこ持ってて、ママのトウモロコシ。トウモロコシどこ？トウモロコシ。これ。これ？プランター？え、でちょっとサラダ持ってて、サラダみたいにね。サラダどこ？あ、サラダみたいにね、丼みたいなのいいから。丼？うん。あ、ここにね。ここにね、乗って、姫乗って、いっぱい乗って、うん。あ、ちょっと、そこに去って、後ろ。そう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 。そうそうそう。来た来た。そう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 。これは、エリサって、こっちはエリサって、はい。どこ？はい。お水にやってね、はい。トウモロコシ種は後ろにあったよ。あ、そこか。うわー、トウモロコシ種、はい、ちょっとママにあそこ持ってあげる。はい、そこ持ってて。ここまではしないけど、あ、ここはね、ちょっと足りないで。ちょっと、あら、ちょっと、もう一回、うん。1個入れてね、1個糸。あ、そうだ、いいこと思ってた。ここに、こうして、うん、できないよ、そんなの。できたじゃん。 あ、そうか。あ、頭いいね。もうちょっと押して、押して。うん、すぐいいと思うけど。あ、サッコでちゃった。すぐわかる。え、じゃあそれもまあそばまでいいからね。うん、方がいいと思うよ。涼しい。エリもちょっとこれいっぱい入れるよ。ほら、もうちょっと中に入れてほしいね。ママね、ね、真ん中ね、入れてほしいよ。もう始まるか。早いね、普通に。そうだね。もう今年トモロコにいっぱい入れるよ。早いよ。プチョンプチョンしてね。え、お兄ちゃん、ダメよ、ほら。あ、そうか。それでいいの、それでいいの、それ手直した方が早いね。これ危ないから。そう、うん。夏が始まっていくのかな。うん、今からね。今夏祭りはないよね、コロナで。もうちょっと夏したらね、スイカいっぱい出るよ、スイカ。うん、お前先にプール考えるよ。だって夏といえば今年ママ野菜いっぱい作るよ。暑いでしょ、うん、寒い？いや、暑いかも。涼しいけど、うん、他もっと暑くないよね。
どれ、ママ見せて。わあ、こう綺麗ね。これトウモロコシ、襟もいい感じ。今これ泥こぼしたらまた新しい入れてあげる。終わり、これは。はい。はい。じゃあまた。もうこれ、こっちだよ。はい。皆さん、こんにちは。スインちゃんです。エリコです。ゲットです。はい、今日は土曜日ですね、今日は。はい、今日は土曜日、18日。そう、はい、もう一回。皆さん、こんにちは。こんにちは。スインちゃんです。お名前は？ゲットです。エリコです。今日は土曜日、日中、18日。2月ですね。今日は、カノヤはとってもいい天気です。今日は、私仕事は、人参中学はお休みです。昨日と一昨日は、たくさん、グロの溜まってですね、運ぶはちょっと時間かかる。今日は一日だけお休み。あ、二つ、土曜日と日曜日休み。今度月曜日から、人参の中学。そしたら今日は私は自分にこと家庭菜園子供たち3人ですね。トウモロコシ、これはポコポンのトウモロコシの種まき、これ3人でいっぱい。今年は私はね、今頭考えで一旦のトウモロコシ一旦の植えたいかなって。電気も買った。去年はほとんどタヌキの食べちゃった。今年はちゃんと綺麗の作りたいで、電気も張りたいですね。そしたら旦那さんの方は、畑の農たり、片付け。今日は私もね、朝は、午前中は畑の片付け。今度は野外も植える。明日野外も植える。今日は暖炉ですね。終わった？ちょっと違うよ。あ、こっちちょっと違う？あ、今度は二人言って、今日は教えて、みなさん。今日は土曜日で学童を休みして、お母さんのお手伝いをしています。何手伝い？いっぱいでしょ。トウモロコシの苗を。今年はいっぱいトウモロコシ作るでしょ。あ、ちょっと待って、後でママやってくれる。終わった？それ、いっぱいたら泥をかぼしてもらう。泥をかぼして。泥をかぼしていいのも。そう。こうした？こうやって。いいよ。でもさ、これ潰すものがないんだよ。うん、やっていいよ。それじゃあ、仕事やって。なんで？これしたらダメよ。それやって、手の方はいいよ。手のお兄ちゃん。手下やって。うん。トウモロコシやね、下の方に行ったらね、綺麗な芽出てるよ。オッケー、これ終わった？終わった。うん、ちょっと泥をかぼして。
暑いです。皆さんに教えて。今日は冬なのに暑いです。もうそろそろ、春になります。春です。持ってきて、何個あった持って。あと1個。ハサミ切るから。どうぞハサミ。バイバイ。釣りはワック売りですね、ワック売り。ニューメロンもあるで、ニューメロンもある。あら、あら、大丈夫？あら、ハサミしないとほら、落ちるよ。少ないよ、これ。綺麗だね。ママやっちゃったね。そこに種あるよ。一個一個してね。一個一個。はい。エリここに二個落ちた。エリ二個大事して。ここあった。ここ。オッケー、いいよ。オッケー、オッケー、噛んだみたい。お。噛んだみたい。違うやった。ニューメロン。どうして片方が早いの？結構あるよね。結構となるの？エリー、遊んでが終わってないよ、自分で。ママ、これだ。してるよ。これやめて。本当に水が飛ぶ。そんな真近くで水を受けたら甘い。ハサミは出てきた。
大体まあ時間ですね。こんばんは。今日はお仕事お疲れ様ですね。明日日曜日、明日は鹿屋は天気報は雨ですね。私はまた明日お仕事はお休み、ゆっくりですね。今日は100円の準備。今日はね、ちょっと私の壁紙もちょっと鳥食べました。もう終わったですね。この人参の綺麗の、今日はね高菜も少し中学す、これ100円です。3個入ってる、こんな感じです。今日は私もお仕事は人参中学は休み、それは種まきです。子供たちと種まき楽しみです。今年夏野菜たくさん、枠売りもたくさん種まきしました。はい、以上です。皆さん、いつもせんちゃん動画最高まで見てくれて、コメントまでありがとうございます。今日はお仕事お疲れ様です。バイバイ。